では皆さん大変お待たせいたしました。これから令和2年初めての気象がん密閉エキスパート第58回気象皮膚がん、頭皮の血管肉種、感染がんについて始めたいと思います。このセミナーは皆さんご存知だと思いますが、国立がん研究センター気象がんセンター、認定 NBO 法人キャンサーネットジャパン、がん情報サイトオンコロ共催で開催しております。 私は本年度も司会を務めます国立がん研究センター気象がんセンターの加藤陽子と申しします。どうぞよろしくお願いいたします。 で今回希少皮膚がん頭皮の血管肉汁感染がんっていうのは皆さんからあのやってほしいという大変強い要望がありましてただやるにあたっては患者さんがここに集まってくれるだろうかってすごく心配でしたけども今日は 15, 人15名以上の患者さんに集まっていただきまして寒いい中ありがとうございますで今日は山崎直也先生に講演してもらうんですが新しい情報もございますので皆さん楽しみにしておいてください。 では開会に先立ちまして開会の挨拶を、えー、河合気象眼センター長が行います河合先生お願いします。はいはい、皆さんこんにちは。あのただいまご紹介いただきました国立眼研究センター気象眼センターの河合です。あの今日は非常に寒い中もしかしたら雪が降るんじゃないかって天気予報は言ってましたけども非常にた寒い中あの第58回の 気象がミッドザエクスパートにおいでいただき、あの、本当にありがとうございます。あの、今、あの、加藤がお話をしましたが、もしかしたら、今日来られる方は非常に少ないんじゃないか。まあ、数人なんじゃないかっていうことを、まあ、危惧というか、期待というか、しながらですね。あの、皆さんがおいでくださるの、お待ちしておりました。まあ、この気象がミッドザエクスパートの、まあ、成り立ち、ご存知の方が多いと思いますけれども。患者さんが非常に少なくって、え、まあ、情報がなかなかない方々に、その方々。 にこそ、まあ、一番新しい信頼できる情報をお届けしたいということで始めたあの会でありますですので、まあ、普通はです、ね、こういう会をするとたくさんいる方がいいということになりますが実は本当はです、ね、ここに患者さんが一人であっても二人であっても、まあ、少ない方がいいとは言いませんけれどもあの数は全く問題ではありませんあのそれよりも参加してくださった方々が、まあ、今日来てよかったと 新しい情報が得ることができたというふうに思ってもらえるのが私たちにとってのあの成功だというふうに思っておりますので、あのまあ、ちょっと寒い一日ですけども最後までゆっくりお聞きいただけたらというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。